いや、ランプつけようかと思ったんですけどね、ええ、私ジャーナリズムっていうものをね、ええ、いろんな形でもって縛ってはいけないと思うんです、うん、で私は30年物書きをやってきて、いまだ買って名誉毀損で訴えられたことがないんです、うん、書いたもので、はい、でこれは意外に思われる方が多いんですよね。喧嘩の竹中が一回も告訴沙汰になってないということは、党を調べて分かっていることはですね、3つかしか書きません。それと数字は確実に調べて間違いのないという前提のもとに数字扱います。そのくらいのことなんですよ。では私自身がそういうハラスメントを受けたことは野球であるんです沖縄奄美を旅行しまして、南東からですね、この間日本民謡大賞でも奄美 の奥さんが大賞取りましたけども、そういう歌い手を探しに歩いて、宇和捨て山って言われている、息子さんたちは大学にやって苦労してやってるおばさんたちのバーに、それは山本幸男さんとかね、はい、そういう人たち映画人やなんかがよく行ってたバーなんですけど、そこへ行って、帰ってきたらホテルが閉まっていて入れない。でその親切なおばさんが八百羅戸を叩いたら出てきて言った言葉がですね、まあ日本語ではっきり言うと女郎という言い方をその門番の人がしたんで、僕は殴り飛ばしたわけですよ、うん、それがなんとまあ、ある新聞ですけど、ハレンチ・ゲバリスタと、うん、で流行歌手を探しに行って、流行歌手のなんかこう僕が発掘に行って、そんなことありません、僕は鍋プロでもホリプロでもないんだからだからそういうことをやって、バーの女性と一緒にって、バーの女性ってね、僕より年上なんですよね、50当時3歳くらいかな。だからその人と部屋へ押し入ろうとして悶着あって殴ったっての出たわけです。もうそういうの数限りなくあります、うん、世間の誤解、はい、で世間ってものは僕は誤解の上に成り立ってると思うんでね、全部これ正解にしまったら面白くもなんともないです、うん、で今のようなおっしゃり方をされるとね、それこそイエローペーパーの存在っていうのをね否定することになっちまう、うん、するとある意味で言論の自由、自由な言論っていうものは網棚の上に読み捨てられるイエローペーパーにあると言ってもいいかもしれない。調べもしないで書くと結構ですよとコメントしょっちゅう出します。とても自分の出したコメントと思えないほど立派なコメントであったり不愉快なコメントであったりさ乗ります。一切私はそういうものに対して抗議しません。ただ人をそのコメントが傷つけている時ですね、私じゃなく自分自身を傷つけたものに対してはもうそれでいいです、うん、しかしそれが他者を傷つけるときにだけ文句を言います、うん、でそういうものを自分には自分なりの一つの枠を持っています。そういう形でこのアグネスという人ですか、はい、私は興味はないんです、あの人、ね、あのくらいですね、つまらない日本語を話す人はいません。いや、陳さんはちゃんと心の日本語を喋ってます。心のこもらない日本語を喋る人はいないし、うん、ゲイはないし、子供に食わしてもらってるわけでしょ、簡単に言えば。なんとなくね、なんとなくね、まあなんとなくにしておきましょう、はい、僕はそういう人は自分の問題外の外にありますから、うん、論評に値しないんです。これをむしろ30人とかなんとかの中に取り上げるマスコミジャーナリズムの姿勢の方が歪んでんじゃないかと思いますよ。なるほど、いろいろなご意見がございますけど ね、 ね、うん、確かにこの報道とこれ報道とかね、フィクションとかっていうこの辺の境目が難しいですよね。そうですね、週刊実話なんて最初からフィクションだと思って読んでますからね楽しいですよ楽しい楽しいっていう楽しい本当に僕らだって自分が言った覚えのないことが書いてあったとか、それからもう一つ、はい、これが肝心なことなんです。配管と今度の講義とはその客観的に見たらあなたのおっしゃるように脈絡ないけれども、同じ会社の中で起きた問題だから、その社の中では大きな問題があるわけよね。で近頃講義がこれ上を通じる講義っていうのは多いわけ、うん、つまり現場に抗議するんじゃなくて経営をしている方に抗議をする。そうすると経営をしている方に抗議をするとその抗議は非常に通りやすく、すぐに謝っちゃったりなんかする。これはサラリーマンジャーナリストの悲しみですよね。でそこで現実に働いてた人たちどうなるんだろうと思います。例えばアグネスの記事を担当したんでも何でもない、一生懸命あなたのおっしゃる固いルポルタージュを書いてた人たちまでバイタルを失い職場を失うわけですよ。そんなことをアグネスさんはもっとも見たことあるでしょうか。
でも、いや、ですから私が言っているのは、間違ったことを書かなければね、こういう問題は起こなかったわけ。間違ったことを書かないなんてことはありえません。間違ったことを書かないジャーナリズムなんてものが天下を取ったときにはですね、私たちは全部、山崎さんもきっとそうだろうと思うけど、飯の食い上げになります。どうしてですか。それ正しいことしか書けないって言ったらですね、例えばオウム教なんかああいうふうに叩いたりなんかしてますね、じゃあオウムっていう意味を知ってる人たちいるんでしょうか。チベット密教でいわゆる正常な言葉、オとウとムね、カルマ、ゴ、宗教のことを何にも知らないでその宗教団体を叩くようなことね、これも正しくないでしょう。それから一面正しくても一面正しくないってものは、物事は常に両面性がありますね。明るい面、暗い面、汚い面、綺麗な面、一つの物事には両面性があります。その一方に正面を当てたときに、これは正しくないけれども正しいんですよ。それは確かにそうですけれども、ですけども、そのことと今言われた、例えばね、100万を200万と書かれたとかね、これは明らかに間違いですね。僕だったら喜びますね。僕はただで講演しますけれども、講演でお金取っちゃいけないと思うから、まあ、せいぜい向こうがくれる車代をケチだなとかね、おごったなとかって言ってもらう程度のことだと思ってます、講演というのは。講演というのは飯を食う手段ではないと私は思ってますから、だからもし僕の場合だったらば、100万もらってるのに200万って書かれたら、ありがとうございますって言いますよ、次から200万になるでしょ。そういうふうにね、高く書かれたら、やったと思う人も中にはいるかもしれませんけれども、それはその人その人の価値観の違いであってね、で他の人がいいと思うからといってこのことをやっぱり認めるっていうことにはならないと思うんですよ。で、私はね、竹中さんと違って、私は自分 の, 山口玲子がカッカクシカシカと語ったというふうに書かれたものに関しては、私は自分で物を書いたりする上においては、自分でその活字で表現することについて責任感を責任を持ってますから、活字で私がこのように語ったと書かれてしまうということは同じように責任があると思うんですね。ですから私は他の人に責任があるって言ってはいけませんよ。そんな他の人に、自分が責任を持てばいいわけですよ。だから私は責任を持ってます。だから私だったらクレームをつけますということを言ってる。私だったらにしておいてください。他の人もそうしなさいということを言わないこと、ですけどもね、ただ自分がこのように言ったと、例えばデタラメに自分が普段言っていることと全然違うことを書かれたとしますよね、はい、ところが読者の人はそれを見て、あ、この人はこういうふうに言ったんだなというふうに受け取るとしますよね、はい、そうしますと、それは間違った情報を流すことに加担したということになりますよね。所詮人はね、人が思うようなものにしかなれんのですよ。だからその正しくなければいけないっていうのも思い上がりね、で正しくない方が面白いと思うのもこれも錯覚ね。正しくないものや正しいものが一緒に混然とあって世の中を作ってるんだから、そこのところは応用であった方がいいし、同業としての忠告ですけどね。大変その悟ったことをおっしゃるのはね、非常にまあ、それはそれでいいのかもしれませんけれども、いいのです。ただね、ジャーナリストとしてね、間違ったことを世の中は要するにその間違った、ね、情報を、ね、流してもそれでいいんだっていうような、ね、ことは私はやっぱり認めるわけにはいかないんですよ、はい、すみません、山崎さん。